はい。大和ピュアラブです。賛成党は CIA、イルミナティの参加の政党ですね。賛成党の神谷さんは笹川家からいくつもの仕事を 受け負っていたそうです。神谷さんたちは、大和ユダヤ教会というものを設立していました。神谷さんは、また皆さんとイスラエルに行きたいです、と語っていました。 参政党の赤尾由美さんの親戚が笹川良一さん、小玉義夫さんの仲間だったそうです。つまり赤尾由美さんは満州人脈ということになりますね。そして 賛成党の候補者の人たちが統一協会のイベントに参加していました。えー、このようにですね、賛、え、成、ー、党というのが、えー、CIA、イルミナティの参加の政党であるということがわかりますね。 また、笹川良一さん、小玉義夫さんの利権を受け継ぐ、調動院大角さんも、賛成党を支持していました。<laughs> ええー、まあ、賛成党は表向きはね、えー、これらの勢力と、 えー、敵対しているかのように言ってるかもしれないんですが、えー、それはやはり表向きだろうということがわかりますね。うん。ご視聴いただきありがとうございました。